大逆転裁判 1&2 なるほど龍之介の冒険と覚悟、お久しぶりです。ちょっとねちょっと進んじゃったんだけどコンティニューでいいのかな。うん、あのねあのねえっと冒頭のなるほどくんと佐藤ちゃんが話しているあたりまで進めちゃったんだけど、あの進めちゃったというか録画ボタン押し忘れててもう一回最初からやりますワンワン第5話語られない物語の冒険。来たぞ。ホームズの鋭い声が濃い霧の壁の向こうから聞こえてきた。私は霧のまとわりつく拳銃の撃鉄を起こして息を潜めて待った。永遠とも思える静寂、そしてその瞬間は突然訪れた。霧の中から見たこともない巨大な獣が私の目の前に躍り出たのだ。それは確かに犬だった。しかし明らかに尋常ではなかった。目はこうこうと燃え上がり、猛牛ほどもある体躯に獰猛な青白い炎をまとっている。血を這うような息遣いとうなり声、私はあまりの恐怖に震え上がった。エリス・ブラックじゃないのか。見たまえワトソン。ホームズは魔獣を見据えて言い放った。こいつこそバスカビル家に代々語り継がれる伝説の魔剣なのだ。シリス・ブラックじゃないんか。チキンって寄ってきてくれるかもよ。僕たちが大帝都ロンドンを訪れて早2ヶ月の月が流れた。結構ね流れてるよね。この町に到着した日にいきなり不思議な裁判に巻き込まれて、続く夏目漱石さんの事件で僕たちは奇跡の無罪判決を勝ち取った。でも弁護士として法廷に立つ機会はここでばったり途絶えてしまった。まあ無理もない。何しろ僕は素人同然の聞いたこともない外国から来た留学生なのだから。そんなわけで僕たちの事務所は平穏な日々が続いていた。あの運命の朝、一通の電報によって定着が破られるまでは。4月15日午前9時13分なるほど法律事務所。あれ、おしゃれな部屋になっとるよね。あの奥のすすきがさ、スタトちゃんが生けてくれたのかなとか、なんか水槽が気になるなとかいろいろある。その朝、僕は電報配達人が扉を叩く不遠慮の音で叩き起こされた。それからだ。気になっても寝てたんかお前。スタトさんの様子が明らかにおかしくなったのは、あのスタトさん。はい。それではそろそろ大法廷に参りましょうか。本日の審理はどのような事件でしたか。キリリ今のところ弁護の予定は特になかったと思いますけど。あ、そうでした、特になかったのでした。もう言葉遣いがもうね今朝はアイリスちゃんがご飯を用意してくれるそうですよ。そろそろホームズさんの部屋におりましょうか。はい、アイリス様の朝食はそれは美味しゅうございますから。そうですね、ご飯をいただきましたら大法廷に参りましょうね本日の審理はどのような事件でしたか。やれやれかわいいな。話そう、伝票のこと。それで何だったんですか。今朝佐藤さんに届いたあの電報は。え、電報、一体何のことでございましょうか。そんな力いっぱいごまかされ
でもごまかされへんのよ。さすがにそれは無理があるでしょう。そうでございますよね。無理がございますよね。無理がある。あのお気になさらずに、すらま、すまなら、すなまらい、うん、つまらない連邦でございましたから。絶対詰まるじゃん。3回失敗したか。うん、これは詰まるやつなのよ。またいずれこのうちにお話しいたしますね。おさとちゃん、こんな悲しい顔すんな。ご家族のこととかじゃないといいけどねって1回目の時も言いました。ええ、わかりました。漱石のこと、漱石さん、もう日本に着いたでしょうか。そうでございますね。あの一連の事件の片がついてすぐにロンドンを出発されましたから、ちょうど今頃到着された頃かと存じます。2週間前、粉酔いのひどさを呪う長い長い電報が届きましたから、とりあえず船の旅はおおむね順調みたいですね。うん、船は動いてるし、漱石君は生きてる。どうかされましたか、なるほど様。もし漱石さんが今もロンドンに残っていたらどうなっていたのだろう。バロックバンジークス教、死神でございますか。もしかしたら船酔いどころでは住んでなかったかもしれない。で、バンちゃんのこと。死神の法廷で助かった被告人はいないか。小銭プレルーさん。絶対違う。メグンダルさんだ。ロンドンに到着した日に立った法廷のあの悪夢のような結末。2ヶ月経ってもあの火事の真相は不明だそうでございます。でも日本に帰国した漱石さんが無事だということは、死神の影響力はこの程度だけに限られていると考えられます。ということは人為的なものがあるよねって1回目も話しました。なんというか、それはそれで余計に恐ろしい気もしますね。ね、死神自身が正義の刃を自らの手で振りかざしている。あんちゃん自身はせんやろ、そんなめんどくさいこと。そういえば死神はあれからどうしているのでしょうね。まさかまた新たな被告人が。いえ、それが、死神はあれから一度も法廷に立っていないようでございます。え、2ヶ月前の漱石様の法廷を最後に再び法廷を去ったようです。そうなんですか。数年の空白の後、法廷に舞い戻った死神、この全ての審議に僕が弁護士として立っている。なんて運が悪いんだ。これが運じゃないんじゃないかみたいな話をした後に、あの録画が出ないことに気づいて撮り直したので、ここからは初見です。なんかね、葬儀に何か頼まれたんじゃないか説を押したい。押したい。なんか、いや、あれなんだよ。なんか、アソーリの影響力がまだ残ってるって、私が多分思いたいだけなんだけれど。それは、果たして、本当に運なのでしょうか。ねえ。思うよね。え、何か言いましたか？聞いとれ。いえ、何でもございません。鈴ちゃんはそこで、そうか、強く言わないのか。
大和なでしこだもんね。いやー、笹子ちゃん、笹子ちゃんの賢さがなんかちょっと辛いな。本当はね、話してる以上にたくさんいろいろ考えちゃう子なんだろうな。うん、怖いか。調べよう。この町を訪れて2ヶ月、机の上も随分散らかってきた。いい加減、片付けてくださいませ。ごめん、うさとさん、僕はこう思うのです。勉強のために散らかすのが一歩前に出ること、片付けるのは後ろへ退くことである。お、その理論はおかしい。片付けることでまた新たな学びがあるじゃん。片付けることで自分がどういうふうに散らかしたかとか、こういうふうに散らかしたということは、こういうなんこういう心理が働いたからとか、いろいろ観察できるから、片付けるのもまた一歩前に出ることだと思うよ。長い人生、一度退くことも重要とご存じます、おばちゃん。うちでは勝てない弁護士だけど、しゃあない、サトちゃんには誰も勝てん。かわいいな。あ、すごいいいな、ストーブに、このレトロなストーブに鉄瓶っていいね。そろそろ春が来て、ようやく暖かくなってきたけれど、こうして鉄瓶から立ち上る湯気の香りが気に入っている。あ、なるほど様、よろしければお茶はいかがですか。え、サトちゃんが取ってくれんの。あ、ありがとうございます、今は大丈夫です。時折里さんの出てくれるお抹茶にアリスさんのハーブティー、お茶好きにとってまさにここは天国だな。いいな、お茶好きなのでお邪魔したい。え、私だってナロード君の後ろにいるからさ、多分このね、サトトちゃんのお抹茶とアリスちゃんのハーブティーを私も飲んでいるはずなんだよ、多分、記憶にないけど。お抹茶はケーキともとてもよく合いますね。そうだね。じゃあそのお抹茶、サトさんが日本から持ってきた茶道具が整然と並んでいる。苦いのが苦手なので、ちょっぺり牛乳とミルクを入れているのは秘密だ。抹茶オレやんけ。お茶は心を休めて美味しくいただくのが一番。無理をして苦いお川で飲まなくてもよろしいかと。あー、サトちゃんにバレてる。サトちゃんにはかなわんな。この部屋を借りた時から置いてあるスコップだ。これはスコップではございません、ショベルでございます。なんかどっちがどう違うのかって、なんか毎回聞くけど毎回全然覚えられないな。大きい方がスコップ、園芸用の小さいのがショベル。大きい方がショベル、園芸用の小さいのがスコップ。この争いはしばらく決着はつきそうにもありませんね。ごめん、サトちゃん、私、なるほど空派です。ごめん。小さい方が、スコップで、この大きいのは、あれ？ん？違う。スコップは、園芸用の小さ、え？じゃあ、サトちゃん派だ。どうでもいいな。どうでもいいことをめちゃくちゃ喋ってしまったな。本棚。日本から持ってきただるまさん、片方の目はまだ白いままだ。これはあれかな、遊戯との約束を果たせたらとか願掛けがあるのかい。英国の法廷で無罪を勝ち取ったら目を入れようと思っていたのだけれど、もういただいたではありませんか、それも二度も。まあけどね、小銭メグンダルさんのやつはなんか、あんまり。でも弁護士として、弁護士としては僕はまだまだですから。
僕が一人前になったと思ったら、佐藤さんが目を入れてください。プロポーズか？ええ、わかりました。プロポーズかい？ふぅ。お花を回す。アクアリウムと呼ばれる水槽だ。部屋にあったので使っている。あ、それもともとあったんだ。水槽の中でクルマエビがゆるゆると泳ぎ、イゾギンチャクがゆらゆらしてる。海水のアクアリウム。太陽の世界をガラスにして切り取るというその発想、さすが大英帝国でございます。夢がございますね。そうだね。このために海水を変えるのがいつも大変ですけどね。まあ管理してる側はそうだね。それもだんだん喜びになっていくよ。なんだ。これは電報か。どれどれ。あ、違う。私手前の花を、あれ押したはずなんだけど。青い。めちゃくちゃ青い。ダメでございます。故障でございます。ごめんごめんごめん。ごめんね。わかりました。見ませんから。もう、なるほど、収まってば。わんぱくでございますから。わんぱくで許してくれるサドちゃん好き。じゃあ、片付けておけばいいのに、電報。なるほどくん。そういう問題じゃないんだよ。こういう問題じゃ。これがなんだ？これは特にないのかな？お花も特にないのかな？あの扉の向こうは、佐藤さんの室。室になっている。そうだよね。そうだよね。さすがに同じ部屋じゃないよね。そうだよね。そうっすね。そうっすね。そうです。女性だもんね。そうだよね。結婚してないよね。まだ結婚してないもんね。一度も間のか、一度も招かれたことはなく、ちらと覗いたことすらない。当然でございます。乙女の部屋は甘酸っぱい秘密でできるのでございます。そうだよね、サドちゃん。そう、サドちゃんの言う通りだ。うん。自分で言ってのけたな。いや、お、そうなんだよ。そうなんだよ。なるほどくん、そうなんだよ。他にはないかな。なんか見落としてないかな。いや、調査をする前からこんなに。じゃあ移動するか。アイリスちゃんのご飯を食べよう。最近家具も運び込んで、やっと事務所という感じになりましたね。けどお客来へんのやろ。試着ができましたら朝ごはんでございます。よし、行こう。いいな、アイリスちゃんのご飯。同日、某地獄、ホームズの部屋。おはよう、なるほどくん、さとちゃん。久しぶりだとこの声出ない。このバイオリンは、ホームズくんかな。おはようございます、アイリス様。あの、アイリスちゃん。ん？どうかした？なるほどくん。何事かな、この、うめくような、きしむような雑音は。ああ、気づいちゃった？気づいちゃう。これは気づいちゃう。あの、音と香りは気づいちゃう。格好はいいのにな。あ、ホームズくんね、ちょっと今朝は調子が悪いみたいなの。いつもは上手なんだね。どうした、ホームズくん。いやあ、ホームズくん、どうした。おはようございます。どうもホームズさん。ホームズくん、どうした。何、
おー、目が死んでる。死にたくなるようないい朝じゃないか、諸君。目が死んでる。ホームズさん、何があったのですか？こんな顔をして、あんなバイオリンを弾いて。ふ、どうした？僕の腕が死んで、音楽が死んで、そしてこの世は色を失った。死的。どうした？びっくりした！灰色の世界！それだけのことだよ、諸君。大したことじゃないさ。いや、大したことだよ、ホームズ君。ホームズ君が元気ないとみんな元気なくなるからさ。ホームズ君。さっぱりわかりませんね。あ、さっさとちゃんでもわかんないんだったらもうみんなわからんよ。あ、アリスちゃんはわかるか。ああ、アリス。ご飯にしようじゃないか。奥に砂のようなトーストと泥のようなコーヒーを頼むよ。ホームズ君がコーヒーを頼む？大丈夫か？あ、猫ちゃん。あー、にゃーが三毛猫ホームズ。あ、わが、あ、あれか、あ、ソーセキ君のところにいたにゃんこか。本当に我が輩って名前になっちゃったんだ。まだね、二月経ってもこの大きさって、もともとちっちゃい種類なのかな。あ、我が輩じゃないか。おはようございます、我が輩様。にゃー。かわいい。あれ、なんだろう、何？こんなところに、こんな小さな扉あったかしら。ああ、にゃんこ用の扉。アリスちゃんが作ってくれたのかな。それじゃ、みんなでご飯をいただくの。アリスちゃんが明るくて助かる。アリス様、お手伝いいたしますね。ああ、まさに。死ぬには申し分のない朝だね。ホームズくん。そういえば、ドクロがある。ホームズさんのデスク、何かが足りないような。あれ、ホームズくんのデスクを初めて見た気がするけど、あれ、気のせいかな？何？あ、話そうか。死にたくなる理由。なんだか今朝は随分死にたがっているみたいですけど、すごい明るく聞くね。何があったんですか？落ちたよ。あっせ。この僕がバイオリンを手に取れば、花は輝きをまとい、踊りたちはさえずり、高らかに歌ったものさ。まあ、フムズ君だからそのぐらいのことはできるかもしれない。知らんけど。バイオリンですか？あ、不調だからバイオリンも不調なんじゃなくて、バイオリンが不調だから死にたくなってるのかい？でも、どうやら僕は、音楽の神様に見捨てられたようだ。どういうことでございますか？それこそ何時間何日夜を徹して弾き続けても、いつものあの音色が出せなくなっちまったのですよ。そうか。限りなく澄んで、伸びやかな高音。結びなき、すりなく、あのソロが！部分部分元気。そういえば最近、すっかりサボって弾いてなかったもんね。あ、そう、あ、原因はっきりしてんじゃん。また練習すればいいじゃん。まあまあ、そのうちまた。なるほど、くんだった。まあまあ、そのうち、また調子のいい日もあると思いますよ。いいかい、ミスター、なるほど。
芸術の女神は気まぐれなのさ。あ、胸が痛い。ある日人に天才を与え、ある日それを無慈悲に奪い去るのだ。なんということだ。僕からバイオリンの才能を奪ったら、一体何が残るというんだ。なんだろう。雰囲気があるじゃんとか、なんか、褒めたかったけど、なんも、うん。顔がいい、顔がいい。明る、それこそだって、君の明るさをと、君から明るさを取ったら何が残るんだよ。なんだよ。この人、確か推理力が売りだったのではなかったかしら。けど、うん。推理力より洞察力かな。そうだね、洞察力、洞察力はすごいんだもんね。頑張れ。え、亡くなった機械。こういえば、ホームズ様のお机でございますが、心なしか、ずいぶんすっきりされたのですね。さすがミススタドだ。よく気がつきましたね。いえ、そんな、ホームズ様にはとても叶いませんとも。スタドちゃんちょっと嬉しそう、かわいい。気がつかない方がどうかしてると思うけど、ごめん、なるほどくん、私は気づかなかった。ごめん。どうかしてる私は、ごめん。あの万能解析鏡なら、今、ハッチの店にあるの。こっちステーション、あっちの店、うちの行きつけの質屋さんなんだよ。あ、質屋。え、ホームズくん、探偵業は探偵業、あれ、君たちも生活が困窮してるの。嘘。この家の人たちみんな生活が困窮してるの？大丈夫？あの大げさな装置、死に入れちゃったんですか？ああ、結構な値がつくからね、生意気なことに。でも、大事な装置なのではありませんか？そんなに困っているのでしたら、一言相談していただければ。里のお小遣いから、ささやかながら差し上げましたのに。里ちゃん、いい子。うるして。めっちゃいい子。いえいえ、別に、手放すつもりはありませんよ。そうだよね。売ったんじゃないんだもんね。でも、質屋など、一大事でございます。このロンドンではごく普通のことなのですがね。そうなの？そうなのですか？ただごとには聞こえないんですけど。目が死んでる。どうやら君たちは視野の正しい使い方を知らないようだね。なるほどくんだった。視野の正しい使い方？視野の使い方、どういうことですか？日本でもね、江戸時代は、夏になったら布団を室に入れて、蚊帳を買って、冬になったら蚊帳を室に入れて、布団を買い戻すっていう、そういう、ね、有名なあれがあるけど、そういうことかな？どういうことですか？室屋の正しい使い方というのは。ロンドンの下町の市民にとって、視野は銀行みたいなものなのだよ。銀行でございますか？月曜日、商人たちは、一番上等な上着と装飾品を、馴染みの質屋で金に換える。
その金を元手にして、それから一週間、せいぜい商売をするのです。そして、土曜日、儲けたお金で、シエさんから返してもらうってわけ。そうなのですか。勉強になりますとも。みんなやってることだよ。特に、下町の人たちはね。これは今回の事件で何か使うのかな。そしてお金に余裕があるときには上等な服を買っておくわけだ。おー、なるほど。視野に売るために。もちろん着るためじゃない。いざというとき死に入れるためにね。なんか本末戦闘な気がするけど。あはあ、そういうもんなのですね。だからうちも邪魔なものはハッチの店に預けてたりするの。絶対安心な貸金庫みたいなものだからね、シエは。そっか、商品としてね、ハッチさんも扱わないといけないから大切にしてくれるわけだね。同じシエでもいろいろな文化があるものだな。ああ、でもホームズ君、たまにそんなものまでっていうものを火に入れちゃうからな。ちょっと困りもんだけどね、ホームズ君。元気ないな。まあ何にせよ灰色の世界なのだよ。よくホームズ君が漱石君みたいになってる。ホームズ君と漱石君って語呂が似てるな。食べようか。大きな鉄の箱をコーヒーテーブルとして使っているようだ。鉄箱には大きくて頑丈そうな鍵がかかっている。ダメでございますよ、勝手に開けては。ごめん。なるほど、収まってはわんぱくでございますから。押すね、今日押すね。なるほど、くんわんぱく説を押すね。一体どこでそんな印象を与えたのだろう。演技中かな。船の上でも結構わんぱくだったからね。今日も暖炉は心地よく燃えている。日本の火鉢とはまた違った風情があるよな。いいよね。ん？マントルピースの上に飾ってあるこの女性の写真、もしかして。ん？あの人なのでしょうか。ああ、そうなんでしょうか。何？どうした？佐藤さん、たまにキラキラとわけのわからないことを言うな。あの人？あれかな、ホームズの冒険で出てくる人かな。女性って、あれだっけ、なんか、ホームズが唯一愛した女性みたいな方がいらっしゃるんだっけか。コナン君知識だけど。ホームズさんの事件の記念品が並んでる。ちょっと急に僕の事件に関わっていたら、目的の鉄板も並んだのかしら。そうかもね。重要だったからね。あ、掃除。あ、急に。あ、掃除。ああ。謎の革靴に、謎の木口に、謎の踊る人形に、ナポレオンの石膏像。ロマンに見せたさんなのでしょうか。あ、そっか、あのシャーロック・ホームズが好きな人にはわかるネタなんだね。この雑多な感じ、僕の棚と似たようなものだと思いますけど。なるほどくん、ファンの前でそんなことを言ったらダメだ。なるほど様は、なるほど様はきちんと片付けてくださいませ。なんだこの着替えは。いや違うよ。ここは一緒にしちゃダメだよ。なるほどくん。アリスちゃん、アリスちゃん。バカハイ。どうやら元気みたいだね、漱石さんの猫。そうなの、すっかり懐いたんだよ、バカハイ。ああ、きっともう飼い主のことを綺麗に忘れちまったんじゃないかな。
ング族、今日ずっと水差すね。水っていうか泥を差してるよ。泥をよ。にゃんこも芸術の女神も、所詮薄情な連中だからね。コングズくん、自分の練習不足を棚にあげるな。あ、かわいい、かわいいよ、かわいいで、かわいい。でも、一緒に連れて帰れないのなら、最初から買わなきゃいいと思うの。そうだよね、アイリスちゃん、よくいいこと言うわ。せやせや。それは、仕方ないね。仕方ないかな。蒸気船に動物を連れて乗るのは固く禁じられているから。あー、そっか、そうだったね。そうだった。あ、私がバカだった。そうだったね。友達の話が出たんだもんね。蒸気船の中でね。あ、掃除の友達はクローゼットにね、寝てたんだよね。あー、辛くなってきた。辛くなってきた。そろそろ掃除の成分をもらわないと辛くなってきた。なんか寂しい。はい、規則を守らないと大変なことが起こりますので。うん、ごめん。うん、そう、そう、うん。そう、クローゼットに潜んでいたのは我々です。あ、なるほどくん。可愛いからいいんだけどね。よかった。なんかわいいね。お耳ピラピラするの。あ、そうだ。そういえば、そこの扉なんだけど。猫用の扉？いつの間にか、さらに小さな扉ができてるけど、あれは？おお、気づいちゃった。さすがなるほどくんだね。ほら、これ、見て。私の発明品なんだよ。発明品なんだ。あ、発明品は、決まって、この絵が出てくるのね。オッケーオッケー。それは名付けて猫扉製造機。猫扉製造機似てねえな。猫用の扉ってございますか？うん、部屋の扉に猫くんの入り口を一瞬で作っちゃうの。どんなに硬い扉も一瞬でくり抜いちゃうハイパワーが自慢かな。おう、これも、なんか、今回の事件使うのかな。なんか、アイリスちゃん、銃の形が好きなのかな。いろんな発明品が銃の形してるよね。こんな機械を作る前に、普通に扉を作る方が早い気もするけど、言っちゃダメ、なるほどくん。なるほどくん、言っちゃダメ、それは。お、でも、これがあれば、どこでも我が輩が出てくるんだよ。それはね、そうだよね。そうだね。どこでも我が輩って出てほしいもんね。そうね。自分の部屋でも、なるほどくんの部屋でも、全部、それね。ね。家中これで我が輩の扉を作ろう。わあ、素敵です。後で、私どもの部屋にも作っていただきましょうよ。そうだ、そうだ。まったく、次から次へと妙な機械を作るな。いいじゃん、めっちゃ可愛いじゃん。夢もあるし可愛いし、最強だぞ。ふふん、どうした可愛い。にゃー、どうした我が輩。この声は、我が輩？あ、どうした？なに？なに？どうした？我が輩。ホームズくんのせいじゃなかった。絶対ホームズくんなんかやらかしたやんって思った。ごめん。違った。なんだい、今のは。いつまで経っても可愛い悲鳴があげられない。我が輩がバイオリンに絡まってるよ。どうやらおもちゃと間違えて、じゃれてしまったようでございます。どういうこと？どんな状況だね。なるほどくん、シンクロしちゃったね。まあ、大仏様の大切なバイオリンなのに。カトちゃん、なーに、もうどうでもいいことさ、ショックよ。いやもしかしたら今ならば僕なんかより
このにゃんこの方がマシに引くかもしれないからね。ホームズくん、ホームズくん、落ち込みすぎ、しっかりしてくれ。しっかりされていますね、ホームズ様ね。すれとるよね、あれはね。大人げないね。とりあえずバイオリンいつものところに置いておくからね。ホームズさんのバイオリンか、ちょっと見てみるか。見るかい。調べようか。本物の場所、あーけど調べたら話進むかな。と寄り道しようか。ガーゴ実験の器具に本や資料、そしてよくわからないガラクタ、ぎゅうぎゅうに詰まってその重みで田中絵馬にも倒れそうだ。私に散らかしっぽりなんでしょう。スザちゃん、それはさすがに擁護できないな。僕の机と似たようなものだと思いますけど。なるほど君もそろそろ学ぼう。なるほど様はきちんと片付けてくださいませ。なんだこの違いは。仕方ない、仕方ない。ホームズさんの机、こんなにスッキリしてたかな。あ、その話さっきしたわ。この間来た時は大げさな機会があったような。ホームズ様は常に私どもの想像を超えておりますから、視野に入れたんだよ。今度来たらもう引っ越していて誰もいないかもしれません。怖ーい。怖いこと言わないで。穴がつないと生きてないのが恐ろしい。ホームズ君、この椅子を欲しい、ちょうだい。机も欲しいな。この書斎の机いいな。欲しいな。じゃあバイオリン行こうか。これがそのバイオリンですか。ああ、弦が飛び切ってらっしゃる。ストラディバリウス、ストラディバリウス。オタクだから知ってる。あの名刀村正ぐらいなんか漫画とかゲームでよく出てくるやつ。最高の名工、最高の名工の手による芸術品さ。そうなんですか。こんなすごそうには見えないな。町外れの引き家の店先で埃をかぶっているのを見つけてね。ストラディバリウスが。価値を知らないのをいいことに55シリングで買い叩いてやったよ。なんて悪い大人だ。ひどいな。ねえ。以来僕はこの相棒と共に素晴らしい音楽を奏でてきたというのに、音楽のない灰色の世界の生きるに値するか。いや、しない。反語。そう、決して。どうしたサドちゃん。あの、ホームズ様、何でしょうか。今ちょうど死のうかしらと考えていたところです。やめよう。そのバイオリンなのですが、明らかにいつもと違うように見えるのでございますが。ん？え？どういうことですかサドさん。本当なの？なになに？どうしたどうした？すり替えられてる？なんていうか、いつもと木の色が全然違うじゃない。ああ、そうね、ボロボロになってるね。それに、以前はこんなところに穴など開いておりませんでした。あれ？そもそもこれ、大きさが違うじゃないですか。なんだって？バイオリンじゃなくて、なに？ビオラ？とか？そういう話？なんだって。ホームズ君、なんで気づかなかったの。お、サドちゃん。ホームズ様、残念でございますが、これはバイオリンではございません。なんだって。どうやらビオラという別の楽器のようでございます。ビオラで合ってた。な、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 ええー、
ホームズ君のぶっ飛びが見えるなんて。あ、ホームズ様、大丈夫だこれ、本当だ。よく見たらこいつ、僕の相棒、サラリバルズじゃないぞ。このポンコツめ、お前、一体、なんだ。ちょっと、世界観がよくわからなくなってきてるぞ。素晴らしい音楽を奏でてきた、相棒だったのでは。なるほどね、そういうことか。何、アリスちゃん。これは、単純な取り違えってやつだね。あ、もしかして、ストラディバリも、あれかい？視野に入れてたのかい？どうやら話を聞いてみた方が良さそうだな。じゃあ、佐藤ちゃんじゃなくて、アリスちゃん。アリスちゃん、お願いします。取り違え。どういうことかな、アリスちゃん。取り違えというのは。実はね、このバイオリン、あ、ビオラだっけ？先週までハッチの店にあったの。え、質屋さんにでございますか？え、相棒なのにですか？相棒を質屋に入れたんか。今さらカッコつけても遅いんだからな。まあいつものことさ、東洋の言葉だを知ってるだよ。知っておるし、知っているだろう諸君。可愛い子には旅をさせようと言う、そうじゃないか。意味が違うと思うね。あ、確かに確かにじゃない。全然確かにじゃない。納得しちゃダメだ。そうちゃん、ダメ、甘やかすな。シアに旅をさせて一回り大きくなって帰ってきたと思ったら、実際に一回り大きくなってきたわけでございますね。話が盛り上がってて突っ込めない。編集、あの解説教と引き換えにこいつを引き渡してきたのだが、あの時ハッチめ間違えてこのおんぼろをよこしたんだな。こんなポンコツな音で僕の耳がごまかされると思ったら大間違いさ。死にそうになってたくせに何言ってたこいつ。耳以外のもろもろはまんまとごまかされていたみたいですけどね。ねえ、ああ、全くね。だから僕が常々言っているように、こういうことがあるから視野目は信用できないのだよ諸君。さっきと言ってることが全然違う。先ほどは絶対安心な貸金庫とおっしゃっていましたがね。さあ、何グズグズしているのだミスター。なるほど、なんだ。え、ぼんやりとトーストをかじってのほほんとコーヒーを吸って、この状況でそんな自分を少しは恥ずかしいと思いたまえよ。なに。盛り上がってんのお前だけだからな。ハッチ様のお店に向かうのですね、ホームズ様。サトちゃんも盛り上がってた。ええ、そうです、ミスサト。もうこの瞬間、今すぐにね。楽しそう二人とも。あ、でもまだベーコンとオムレツが。なんだこの上、君はまだぼんやりとベーコンをむさぼりのほほんとオムレツを味わうつもりか。うん、だってベーコンとオムレツは大事だからさ。うまみが、わかりました、いきますよ。なるほど、優しいな。大丈夫、また後で温めてあげるからね、アリスちゃん天使。ありがとう。ああ、ありがとう、アリスちゃん。大英帝国の視野か。ちょっと面白そうだな。じゃあ、今回は殺人事件じゃないのかな？話す？ああ、ないね。じゃあ、行こうか。移動しよう。うん。あ、デカストリート。にやかな往来でございます。さすがは大デートですとも。ハッチの質屋、大英帝国の質屋、興味津々でございます。どうしようかな。ちょっと寄り道したいけど、ちょっと寄り道したい。あー、おしゃれー。選べようか。店先に雑多なものがずらりと並べられてる。あれがハッチの店、質屋さんでございますね。なんだか日本の質屋と比べて随分と洒落ていますね。ね、おしゃれだね。かわいい。
おもちゃ箱みたい。確かに日本の視野はちょっと入りづらい気がします。ちょっと後ろめたい気分になるしね。アイアーの真似しそうなくなく死に入れた惨めな気持ちを思い出しました。かわいそうに苦労されているのですね。なるほど様。うん、アソージと違ってへいへいボンボンだからねって言おうとして、あ、アソージってまた思い出してちょっと悲しい気持ちになったいやなるほどくんは全然へいへいボンボンじゃないけどさなるほどくんはすごい子だけどなんか世間に認められづらいすごさだもんね。なんか今マイク、おむつさんの事務所に曲がりしてもう2ヶ月か。あ、おしゃれだな。まさかこんなことになると思わなかったな。あの風車がずっと気になってるんだけど、なんだろう。あ、本当に世界で最も有名な探偵様と一緒に暮らせるなど、もうこの里いつ訴えられても心残りはございませんとも。ことちゃんは訴えられたりしない。大丈夫。なんだかよくわかりませんが、その時は僕が弁護しますこいつら可愛いなさとちゃんとなるほどくんは可愛い。ちょっと気になっちゃったもんで。よし、じゃあ移動しようか。で、移動する。金の引き屋。おしゃれ系が多いな。同室某地獄ハッチの引き屋。わあ、かっこいい。これが大英帝国の基地や。まあ、見たことのない道路、見たことのない道具がいろいろでございます。なるほど様。ねえ。サトさん、目がキラキラしているぞ。やっぱサトちゃんも、ね、雑貨的な、ね、女の子が好きそうなやつが、好きなのもあるだろうし、知的好奇心がね、いろいろ刺激されるのもあるだろうし。か、なるほどくんもだけど、サトちゃんもこの時代で生きづらかろうな。しそうですね、こういうの。はい、わけがわからないものを見るとわけもわからず気が触りますとも。かわいいね、サトちゃんは賢いからな。ショック、忘れては困るな。ホームズ様。ホームズくんが入るとこの部屋じゃないこのお店が狭く感じるね。僕たちは遊びに来たのではないのだ。そうだね。目がちばしっている。本気みたいだな。ああ、ホームズさん、いらっしゃい。どう思う？イケシャーシャーといらっしゃいと来たもんだよ。鍵打ち言うな。まあ、そうでしょうね。僕たちお客さんですから。よし、諸君。これから悪い天使を懲らしめてやるとしよう。さあ、来たまえ。ゲームの始まりさ。あ、蝶猫体大きい。まず調べていい？あ、またドクロがある。ドクロがあるのは当たり前なのか。何をしてるんでしょう。ごめん。つながるの掘り出し物を探すのは悪い天使を懲らしめてからだ。ごめんね。分かった。面白そうなものがたくさんありますのに。ごめんな、さとちゃん。話聞いてからにしようね。とりあえず、店主さんに話を聞くのが先みたいですね。わかったよ。じゃあ話そう。ねえ、バイオリンのこと。店主、すごい可愛いな。この間、
き出したこれ、もちろん覚えてるだろうね。ええ。このポンコツのオンボロは僕の相棒じゃない。木の根も違うし、穴が開いてるし、そもそも大きさからして違う。私どもの意見をきれいにまとめられましたね、ホームズ様。うん。ホームズ君は美味しいとこ取りをする天才だからね。お？すいません。このハッチ。シア、そしてあるまじき言葉、これ、このハッチ目がどうした？どうした？ドビーみたいになってるぞ。かくなる上は。あ、どうした？どうした？やめろ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 、このハッチ死んでまみれしかありませんよ、バカ。ホームズ君引いてるじゃん。ああ、いや、そのそこまでは言ってないよ僕は。ちょっと優しい。ただ最後に一言だけよろしいでしょうか。なんだい。先日それを勝手に持ってきたのホームズさんでしたよね。やっぱホームズ君が悪いんじゃないか。え、ハッチが保管庫に取りに行こうとしてたらここにあるじゃないかと。そうだっけ。止めるハッチを振り払ってその病院を持って行ってしまわれた。ホームズ君謝ろうか。でもそれを許してしまったのは間違いなくこのハッチ。恨み事はごくりと飲み込んで見事知ってみせますわ。全部飲み込んでない。全部ハッチ出したわね。いやいやいや、やめてくれ、僕が悪かった。よかった、ホムズ君が素直に謝れる子でよかった。ふうふうって慣れっこなの。どこやらゲームは幕を閉じたようでございますね。そうだね、戦いにすらなっていなかったね。ホームズ君また押し込んじゃった。本当に申し訳ない、きっと僕はどうかしていたんだ。まあどうかしていてこそホームズさんですからね、いい人。まあそうか。あ、現地出た、よかったよかった。そこで高笑いですか。いやー、なんというか本当に困ったお客さんですよ。たまにとんでもないものを仕入れされたりしてね。ハッチさん苦労人っぽいもんな、慣れとるっぽい感じもするけど。とんでもないものでございますか。ええ、そうなんですよ。例えば小説シャーロック・ホームズの未発表の原稿とか、それは式に入れるよりもちゃんと発表した方がお金になるのでは。なんですって。ホームズ様の未発表の原稿。あー、すいません。ハッチ、銃を下ろせ、銃を。とにかくどっか金庫にでもしまっていろ。ちょっとその話、死ぬ前に詳しくお聞かせくださいな。死ぬ前に？死んではいいの？じゃあ聞こうか。それでどういうことなんですか？謎さん、死が目が飛ばしているな。このようなお店に未発表の原稿などと。いやね、ある日この人が古ぼけた鉄製の箱を持ってきたんですよ。あれか、万能なんとか評価。ご主人、しばらくこいつを預かってもらえたのだかね。この箱でしたらキングといったところですかね。めっちゃ安いやん。この中にはね、これは貴重な代物が眠っているのだがね、この僕シャーロック・ホームズ氏の物語、この最新作の原稿さ。そんなものをうちに預けるんですかね。ああ、君なら信用できるからね、ミスターハッチ。さっきのごたごたを見てるとちょっと、ホームズ君は本当にノリで生きてるな。
そんなわけでね、ホームズ先生の幻の新作はうちの保管庫に眠っとるわけですわ。ホームズさん、そうなんですか？俺はもう全く話す気はないみたいだな。ずるい大人。金は払ってるだろ。しっかり管理しておきたまえよ。もちろん。このハッチ、命に変えても変えられちゃ困るんだよ。どういうことだ？ねえ。ちょっと、なるほどくんと二人で困惑するしかないわ。この世界観がわからんわ。はい、シアのこと。ちょっと伺ってよろしいでしょうか？おう、こちらは西洋の方、東洋の方ですかな？はい。その黒いお召し物なら、まあ、6ペンスですかな？ 6 ペンスってどのぐらい？こう言っちゃなんだが、真っ黒で面白みがありませんや。学ランを舐めるな。学ランを舐めるなよ。学ラン、この学ランの素晴らしさがわからんか、ハッチ。そちらのお嬢さんのお召し物なら、ご金銀は出しますぞ。金銀って高いんじゃなかったっけ？メグンダルさんが、メグンダルさんのなんかで、金銀は高いってイメージがあるよ。美しい色彩。異国情緒の香る衣装、まさに東洋の芸術です。それは意義がない。まあ、ご機嫌だなんて。かわいい。負けた。スズちゃんに負けた。かわいい。スズちゃんに、そう、我々の黒いお召し物だとね、そんなスズちゃんのお召し物に比べたら、それはもう3なんだっけ、安いよ。なんだこの言われのない敗北の感のようなものは。仕方ない。なるほどくん、これはこの敗北感は噛みしめないといけないんだ我々は。したいのはこのお店のことなんですけど、質屋というのは町の人にとって銀行みたいなものだそうですね。ええ、そういう使い方をされているお客さんは多いですね。品物を鑑定して2ヶ月の間、保管庫でお預かりするわけです。それまでに、元金でいいのかな？元金と利子を支払っていただければ、品物はお返しします。それでは、もしお金が払えないときは、引き流れということで、あちらの棚に並ぶことになりますな。みんなおしゃれなもん、手に入れとるんやな。では、2ヶ月間の間は、預けたものが売られることでしょう。舌がまめらない。では、2ヶ月間の間は、預けたものが売られてしまうことはないのですね。そうなんですよ。だからこそ、質屋は責任重大ですね。これ絶対何かなくなる流れじゃないですか。ハッチさん、死なないでね。お客さんの大切なものを奪われたら、死んでまぶるしかありませんや。今死なないでって言ったばっかり。愚かなことだ、ご主人。人は簡単に死ぬなどと言ってはダメなのだよ。そうだそうだ。そうだし、本物君がやっとまともなこと言った。今朝さんざん連発していたくせに。もう忘れてたわ。私もその事実を忘れてたわ。そうだったね。そうだったね。そうだった。ちょっと本物君元気になったから忘れてたわ。それに、そうならないように、僕が手を貸したじゃないか。そうなんですか？この店のために、ちょっとした装置を作ってあげたのさ。そうだね、ホームズくんも、メカニックやったね。名付けて、自動犯行記録装置をね。防犯ビデオかな？防犯カメラか。そうだろ？ご主人。なんか困ってるね。なんだ、深いため息をついたぞ。めちゃめちゃ困ってんな。これで一体どんな装置なのですか？見たまえ。
天井のところに2つ取り付けてあるよ。置き時計が組み込まれた写真機のようにお見受けしますが、そっか、まだ動画は撮れないんだね。その通り。動画が撮れるようになったのって何時代からなんだろう。何時代って言い方があれだね。元号がどのぐらいだったのかな。写真機にはセルロイドのフィルムが100枚セットされているんだ。100枚、結構あれだね、金のかかる機械だね。そして30分おきに自動的にこの店の様子を撮影してくれる。例えばほら、こんな感じですな。おお、カラー写真だ。これは店のカウンターを挟んで店主とか客を記録するための写真だ。特殊なフィルムを開発したのでね、暗闇でもバッチリ撮影できるんだぜ。ほら、すごい。本当に本部君はちゃんとメカニックとして働いた方が稼げるんじゃないか。はあ、こいつはすごいですね。お店のカウンターも奥の扉もはっきりと映っております。あのバンちゃんの写真が気になる。あ、手前に猫ちゃんの写真もあった。これで強盗が押し入っても犯人の姿は写真に残るってわけか。あの、でも写真は30分おきなのですよね。あ、その通りなのです。写真の撮影されていない30分の間に事件が起こったときは、それはまあ運が悪かったとしか言いようがありませんね。手動でもシャッター切れるようにしたりな。どうした。ハッチさん、どうした。実はその装置が最近悩みの種でしてね。どうした。え、何を言ってるんだ君は。便利だと思うかな。便利だけどね。ああ、それはそう。フィルム代ですよ。それはそうよ。それはそうよ。30分おきにシャッター切られて、しかも2台やろ。どんだけ金かかるんだ。ありがたいことに、店内には、かつ、写真機が搭載されている、設置されているもんですからね。毎日100枚近く無駄な写真を量産してくれとるわけですわ。そのうちあいつのフィルム代で店が潰れてしまうかもしれませんや。しかもね、特殊なフィルムだったらさぞかしお高いんでしょう。まあ、それで僕たちの大事な仕草が守られているなら安いものだろう。これからは安全を金で買う時代なのだよ、諸君。ホームズ君は時代を先取りしてきたね。勘弁してくださいよ。ハッチさん、かわいそう。それではホームズさん、こちらがあんたのバイオリンです。おお、これこれ、どうもありがとう、ご主人。もうあんまり変なものを預けないでくださいや。もしものことがあったら、このハッチは。死ぬなよ。これが公務ですから。あの、これ危ないですからやめた方が。いや、大丈夫です。弾入ってない、もしかして。このハッチ以外は気をつけないよ。怖い。弾丸は一発しか入っていませんから。絶対それで事件起きるじゃん、ハッチ。そういうことじゃないんだけどな。それじゃあご主人、またよろしく頼むよ。はい、こちらこそ。さあ、それではなるほど様、今度こそいろいろ見せていただきましょうよ。そうだね。よし、探索するぞ。まず、時計からするか。こちらはこの宝石で可愛らしい箱は何なのですか。ノリノリだ。これはオルゴールだよ。君たちの国にもあるのではないかな。
このような巨大なルゴール見たことがございません。ちょっと聞いてみようか。ああ、なんという荘厳な響きなのでしょう。まるで数多の天使たちが奏でる調べのようでございます。アドちゃんは詩人だね。確かにこんな音聞いたことがありませんね。こいつはレストランやパブに設置されている大型のものだ。キャビネットの中に音楽を記録したディスコがセットされているんだ。こいつを取り替えればどんな音楽でも楽しめるってわけだ。なんという夢のような装置でございますね。サドちゃん、かわいい。サドちゃんに現代のなんかいろんなものを見せてあげたい。科学こんなに発展したよって。まあ、蓄音機が実用化されてから最近は人気が落ちてきたようだがね。もうね、オルゴールはオルゴールで良さがあるよね。ああ。シスの進歩はまさに目を見張るばかりでございます。サドちゃん、その感じすごいわかる。かわいいな、スズちゃん。カウンターがおしゃれだね。カウンターの上に大きな台帳が広げられています。生意気に店主のハッチは七草の管理だけはきちんとしているのさ。なんで生意気ホームズ君、人をすぐに小バカにする君はダメだよ。そうでなければ困りますけどね。ほんとせそれより目につくのはワンコかい？ワンコかい？ああ、そっちか。やっぱりこの拳銃だよな。ああ、この店の仕草をちょろまかそうなんて考えない方がいいよ。え？この瞬間、ハッチは電光石火の速さでその拳銃を手に取って、まさか。自分の頭を吹っ飛ばしてしまうからね。責任を取るために。それはめちゃくちゃ後味の悪い話。いずれにせよ、私どもは、そんなことはいたしません。そうだそうだ。サトちゃんも、ホームズ君に文句言うときは文句言うんだね。あ、てんび。カーテンの奥に、小さな扉が隠れているな。あ、てんびじゃなかったんだ。そうかそうか。小さな扉？扉の向こうは保管庫だ。この店の仕草が管理されている。保管されている。そうなのですか。こんな視野に大したものはない。野党に入るのはお勧めしないよ。君、いろいろ預けてるくせに何言ってんだ？お勧めされてもやりません。扉の鍵は一つだけ。いつも店主のハッチ氏のポッケに入っている。この作品の人たちみんなポケットのことポッケっていうのすげえかわいいよね。寝る前にハッチ氏はそれを枕元の壺に入れているのさ。なんでそんなこと知ってんの？どうしてそんなこと知ってるんですか、ホームズさん。なーに、名探偵というのは因果の商売なのだよ。怖い。聞いたくもないことまでなぜか耳に入ってしまう。それはちょっとかわいそうかもしれない。さすがはホームズ様でございますとも。そこはぶれないんだね。この店に野党が入ったら真っ先に疑われるな、この名探偵さんが。時計がいっぱいある。こちらの棚にはいろいろなものが並んでおりますね。食器やら靴やら時計やら何でもございますね。楽しいね、こういうの見てるだけでね。そこは品枯れの品を売りさばくための棚だね。品枯れ、さっき聞いたやんか、なるほどくん。視野で、品物を金に変えると、保管されることになる。でも、期間内にその金を返金しないと、返済しないと。こうして、適当な値段をつけられて、売られてしまうというわけだね。そういえば、全部小さな値札がついてますね。
まあ利息だけでも支払えば他の期間は延長できるからね。はあ、そうなんだ。安心して預けるといいよ。この真っ黒な服、この学ランはダメです。ダメ、あげません。学ランは絶対あげません。そんなダメです。これは有名大学生の魂です。本当だよ。あ、食器がいっぱいある、かわいい。まだこれは、こちらのなんだか大げさな機械は何でしょうか。なんだか覗き窓が2つありますね。なんかでっかい万華鏡とかか。ああ、諸君、こいつはステレオスコープだよ。ステレオスコープ、一体でございますか。その名の通りさ。まあ覗いてみるといいよ。何。はい、では失礼して。あ、ちょっと待った、念のために言っておくが、ミスター・ダルフド、ん、何、君がその絵を、ん、君がその絵を立体的に見るには寄り目を使う必要があるが。あ、寄り目にすると立体的になんか絵が浮き上がってくるの。あったね、なんかちっちゃい頃にそれを集めた本をなんか浮きにあった。うまく見えなくとも今日のところは全く気にする必要はないだろうね。なんで。それでは私覗いてみますね。かわいい。キャー、なるほど、ママ覗いてみてください、早く。なになに、わかりました。寄り目だったな。自分の鼻先を見るようにして、これ私も寄り目にせな。あれ、お、これは信じられない。写真なのにまるでそこに本当にあるみたいに見えます。いや、じゃなくてあの配信に2号さんだっけ、あのメイドさんの、あの、お物は消毒ですの人。お物は消毒ですの人。じゃなかった今の。てか、さっきの、やっぱり私も寄り目にするべきだったのかな。写真なのに、まるでそこに本当にあるみたいに見えます。こいつがステレオスコープさ。今、ロンドンで大流行していてね。写真、公園の見せ物小屋なんかにずらりと並んでいるよ。公園に見せ物小屋があるんだ。一体どうしてこのような魔法のようなことが。それはね、あん、説明が面倒だ、また今度にしようか。知らないんじゃないかい。うー、ふとちゃん、ふとちゃん、どうせ知らないよ。彼も知らないんだよ。なんだこの金ピカのやつ。これは一体何に使うのでしょうか。なんか綺麗だね。全く見当もつきませんね。おや、こんなところに小さなつまめがついています。ちょっと動かしてみましょうか。あ、すごい、カラクリでございますね。これは双眼鏡か。戻せなくなった。うん、まあ、あの、そのまま置いておこう。あの、ハチさんに任せよ。オペラグラス、ん、どうかしたかい。あ、コンビル君助けて。いえ、何でもありません。助け求めよう。2つの覗き窓のついた装置か。他にもどこかで見かけたような気がする。ん、これじゃなくて、ん、何何。これじ
ゃなくて、あ、同じかな。ここだから私も寄り目するか。それでは私覗いてみますね。私もかわいい。ああ、はいはい、覗いてみます。はい、あ、見える。立体になってる。立体になってる。うわ、うわ、うわ、立体になってるけど、3つ見える。脳が混乱する。3つ見えて真ん中は立体に見える。ああ、そうだね。あの、メイドさんじゃん。あのメイドさんじゃん。あの、可愛かったオブツは消毒エースの人じゃん。ゴミはゴミ箱への人じゃん。こんなもんかな。カメラは選べられないのか。なるほど、なるほど。他は別にないか。じゃあ帰るか。公園行く？公園行こっか。移動する。あ、もう少し調べるって見るのもよろしいかと存じます。あったっけ。もう一回調べる。あ、一緒だわ。何もないね。あ、カレンダー。こんなところになんだか派手なカレンダーがありますね。ね、額縁がえらい華やかやね。4月15日今日の日付だ。私未だにね、あの英語の月の読み方というか、あの全然覚えられないんだよな。あの中学英語がちゃんととかなってないので全然英語がわからんのよな。ああ、それは売り物じゃないですよ。東洋の日めくりというカレンダーでしてね、毎晩夜の0時になると1枚ずつめくるのが日課なのです。これも今後起こる事件に何か関わってくるのかな。何かとめくりたがりの君にぴったりのカレンダーだね。店主、めくりたがり？名探偵さんが何かわけのわからないことを言っているぞ。めくりたがりなんですか、ハチさん。何しろ期限日を過ぎたら死流れになってしまうわけですから、日付には特にきちんとしておく視野としてのこだわりなのですよ。ハチさん殺され、大丈夫。なんかカレンダーをめくってないということは、被害者は日付が変わる前に殺されたんだとか、そういう展開になら大丈夫。ハチさん生きてね、生きてね、ハチさん。ああ、さすがプロでございますね。だからん？だからそれがたったの2ペースってどういうことよ。誰？だからそもそもこれはん？1ペニの値打ちもないんだよ。何？誰？カウンターの方で何やら言い争う声がするぞ。だからそんなわけないの。もう一度ちゃんと調べてみてよ。だから調べるまでもなく。あ、あれじゃん、小銭好きさん、小銭好きさんじゃない。そう、あの、あれだよね、あの、オムニバスに乗っていた、5人目の客のあの子だよね。あ、2ヶ月前の、あの法廷でございます。うん。あ、そうだ、ジーナちゃんだ。ジーナちゃんにも聞きたいことがまだあるんだよな。人の集まる場所に身を潜め、その財布を失敬する、いわゆる杉というやつでございますね。今日も髪型が決まってるね。あんたたち
お久しぶりでございます、ジーナ・レストレード様。あ、それもまだ持ってたんだ。え、お、覚えてるの私のこと。そりゃそうよ。え、ジーナちゃんみたいな可愛い子のことはそれは忘れませんわ。まあ、あの時はすっかり煙に巻かれてしまったからね。な、何こんなところで。近所に住んでるんだ。ヘボイ弁護士は食っていけなくて、その黒い服でも追っ払いに来たわけ。みんな、なんで学ランを狙っているんだい。自分で思ってた以上に目立つのかな、この学生服。目立つと思うよ。めちゃくちゃ目立つと思うよ。いや、君は確か。僕らが作ったスモークランチャープロトタイプを吸い取っていた子だね。あ、ホームズ。ファンをつけろ。なんだい、君にも火に入れるようなものがあったとはね。負けてない。ホームズくんが負けてない。どれどれ、僕が鑑定の値段をご主人と交渉してあげようじゃないか。余計なお世話だよ。割り込むった探偵なんて大嫌い。ジーナちゃんは誰でも嫌いね。あっち言ってたよね。もう、訴えてやるんだから。なんで？わかったよ。では、邪魔者は消えるとしようか。ホームズさん、本当にどっかに行ってしまったな。やれやれ、とにかく。交渉の余地なんかないぞ、こんなの。店長のハチさんが手にしているのは金属製のディスク、オルゴール。もうあんたたちもどっか行ってよ。まあまあ、私どものことはお気になさらないでくださいなね。そうそう、我々のことは空気だとも思って、お着物だとでも思っていいので、そんな気にせずに。怖い怖い怖い、この空気怖い。こういう時のサトさん意外に引かないんだよな。じゃあ話そうか。ジーナちゃん、ジーナさん、月屋さんでお金を借りたりするんですね。そうよ、私だってロンドン市民なんだから。悪いってのっていうことは違うんだね。君は嘘つきだからな。いや別に、ただもしかして、あ、あんた今こう思ってるでしょ。この品物どうせスリでかっぱらったんじゃないの。なんて不吉なことを。まあほんのちょっぴりですけどね。え、なさらないですね。え、なさらないのですね。なるほど様。まあ、ジーナちゃん相手にかこつけても仕方ないしな。じゃあ、もう一度はっきり聞きますけど、海でかっぱらった品を七五三にしてるんじゃないんですか？本当にまっすぐ言うな。そうね。なんて言えばいいかな。まあ、そういうことも、ね。そうなんだ。その通りなんだ。否定なさらないのですね、ジーナ様も。でも今回は違うもん。これは私となんだからね。店主さんが手にしてるあのディスクか。店主のハチさんの話ももう一度聞いた方がいいかもな。じゃあ調べるで、よいしょ。円盤について、それでこの金属製のディスクは何なのですか。金属の盤面に細かい突起が無数にチクチクと刻まれていますが。ああ、こいつはオルゴールを清掃するためのディスクですな。オルゴール、さっき一緒に見たじゃん。オルゴールも知らないの。これだから真っ黒服の東洋人は。得意げになるジーナちゃん、かわいいな。オルゴールは知ってるけど、こんなディスクは見たことがないな。この金属のディスクに音楽を鳴らす情報が刻み込まれているのですよ。こいつを地下にセットすれば綺麗な音楽が流れるってわけですな。
それで一体このディスクにはどのような音楽が刻まれているのですか？これは残念ですが、わからないですな。わからない。オルゴールといっても、我がイギリス製からドイツ製、スイス製、数え切れません。あ、じゃあ同じディスクを買えば、どのオルゴールでも鳴るってわけじゃないのか。このディスクがどの機械で正しく鳴るのかわかりませんから。なるほど。うん。こういうものなんですね。それに、こんなもの口流れになってもわざわざ買う、わざわざ買う客なんていません。そうなの？ CD 買うみたいに買わないのか。本当なら1ペニーにだってなりませんや。嘘だ嘘だ。あの日暮らしミリシューです。だってあいつはメグンダルさんかい。あいつと、とにかくそんなはずないもん。ベラボーに値打ちがあるはずだもん。それに何か謎があるんじゃないかな。この謎を突き明かせばベラボーに値打ちがあるというか、ベラボーに大金が舞い込んだりするお宝が眠ってたりする地図とか、あ、なんかそういうのなんじゃない。ベラボーに値打ちがあるって可愛いな。それなら他の視野に持ち込んでみなさいよ。キーナのこと。いやね、この子が店に来るのこれが初めてじゃないんですよ。そうなんですか。これまでもね、怪しい品物を何度か持ち込んできてね。怪しいって何よ。清く正しく美しい客なのよ。うん、それは、うん、美しいは指定せん。それで今日の品物はそのディスクというわけですか。それがね、話はそう簡単じゃないんですよ。え、そうなの？どういうことですか？今日この子が持ってきたのは預かり証の方でね。預かり証？預かり証というと、預けた引き草を引き出しに来たということでございますか。あ、なるほど。そのディスクと引き換えに何かを、何か引き出したいものがあるわけだね。そうよ。私だっていろいろ預けたよ。仕事なのよ。キーナさん、キーナちゃん17歳じゃなかった？17歳って預けたい仕事なの？ここはかとなく怪しい。うん、ここはかとなくじゃなくてめちゃくちゃ怪しいよ。ちょうど今朝引き流れになる期限ギリギリの引き草だったんですがね。2ヶ月前、やっぱりメグンダルさんの何かかな。預かり帳と元金、それに金銀の分もきっちり持ってきたのでね。お、じゃあ問題なくない？このハッチとしても引き渡さないわけにはいかなかったのですよ。ん？でも引き渡したと言っても何も持っておりませんね、ジーナ様。うん。ああ、その子が今ざっくりと着ているでしょ？ん？ああ、このコートなんですよ。引き出した仕草は。もらい物なのかな？なるほど。はあ。何よ、似合ってるでしょ？バッチリ、私のだし。ま、似合ってはいるけど、サイズが合ってないからさ。もらい物なのかなって。それではやはり、そのディスクは何なのですか？ああ、こいつはね、この子の新しい引き草だそうです。ほうほう。新しい引き草。どういうことですか？新しい引き草というのは。いや、つまりね、この子は今日、うちの預かり証と金を持って店に来たわけですよ。うんうん。そして、この結構な黒いコートを引き出したのですね。
ええ、ええ、それで早速コードを打ち込んだこの子は、やおら、そのコードのポッケをごそごそと探り出したのですわ。ああ、引き出したコートの中に、このディスクが入ってたってことか。ポケット。何よ、レギンなのよ、ずっと見ちゃダメなの。ごめん。あ、もしかしてこのコートのポケットから出てきたのがこのディスクか。さようです。孤立ってわけですな。これをそのまま引き入れしようとしてるわけでございますか。これもなるべく高値で、なんとも怪しい。うん、メグンダルさんのだと決めつけて話をませるとロンドンの闇にも近くなるんじゃないか。ちっけえね、普通に仕入れしようとしているの。うん、ジンナちゃんに悪意はないと思うんだけどさ。ちなみにそのコートはどなたが仕入れされたものなんですか。これはもちろん私。なんだかジンナさんにはいやサイズが合っていないような。私のこのお父さんよ、パパのコートなんだからね。ジーナちゃんのお父さんかわいい。そうなのですか。気に出すまでもなく、あからさまに嘘っぽい。うん、だってパパのコートを自らが羽織って帰るってよくわからんもんね。例えば怖くて聞けんのかな。おお、何何何だ、何、失礼。誰、あ、誰、本当に誰、なんだこの絵に描いたような英国紳士は。絵に描いたような英国紳士かな。めちゃくちゃうさんくさく見えるけど、あ、まあ、かれ、うんうんうん、口をつぐむつむぐ。モーションがすげえな。ご機嫌よろしゅう皆様。メグンダルさんのあれやん、曲がメグンダルさんのやつやん。絶対怪しいじゃん、絶対怪しいじゃん。な、何よあんた。店主に嵐が入りますのでね、どけと申し上げているのですよ。ん、無駄に騒ぐのならば店の外など放っとこうなのではないでしょうか。見ればわかるでしょ、私まだ交渉している最中なの。ピンシープルなら順番ぐらい守りなよ。これはこれはまたまたしらずらしくもずうずうしいですね。何、何を知ってるのこの人は。薄汚いスリというのは。何、え、何よあんた、私のこと知ってるの。知ってるも何も、自分の獲物の顔ぐらい覚えておくのが礼儀なのではないかな。ピーナちゃんに剃られた人かい。あ、私があんたを。編集。あ、はい。今この卑しいスリが仕草を引き出したようですね。まあそれはこの私のものなのです。大至急返却を願いましょうか。いや絶対メグンダルさんのじゃん、絶対メグンダルさんのじゃん。う、嘘よあんた、何言ってるの。さあその上着を返しなさい。ああ、それとディスクもかい。モーションがすげえ。もちろんそのオールゴールのディスクもです。だ、ダメダメなのよ、だってこれはその私のパパのなんだから、いわゆる私のなんだからね。お、意地の張り合い。嘘の応酬どうしようか、サトちゃん。な、なるほど様、なんだかとんでもないことになってまいりましたね。ねえ、我々関係ないし帰る。
そんなわけにもいかんね。物語がすまんね。どうやら、もう少し詳しい話を聞いてみた方が良さそうですね。この曲はメグンダルさんの曲じゃなくてうさんくさい曲なのかな。じゃあ話そうか。天使の告発。ジーラ様、あの方がおっしゃっていることは。あんなの嘘に決まってるじゃない。私、神様に誓ってあんなやつ見たこともないわ。あんた、さっきの預かり書を擦り取ったもんだったんだな。え、ハッチさん、だから違うよ。神様に誓って。つい先ほどシキリの通りを歩いていた月のことです。この少女が見つかってきましてね、特にピンと来たのですよ。またしても薄汚いスリにやられたと。またしてもですか。メグンダルさんの息子かい。全然似てないけど、うさんくささはすげえ似てる。ええ、見ての通り、私は、実に立派な身なりですからね。路地裏に救う連中に狙われるのは、今回が初めてではないのです。ああ、その最高級のコートをお返し願いましょうか。このポーズ取るところもすげえメグンダルさんに似てるんだな。もう、かわいい、ジーナちゃん、かわいい。ってなってるジーナちゃん、かわいい。ほら、あんた、その紳士にさっさとお返しするんだよ。ハッチさん、グズグズしてると今すぐ警察を呼ぶぞ。ハッチ、おう、待ってや、話ぐらい聞け。ちょっと待ってよ、なんで私ばっかり。そうだそうだ、不公平だ、絶対めちゃくちゃ怪しいじゃん。この遠心紳士の方がよっぽど怪しいじゃないの。まあジーナちゃんも嘘をついてるのは嘘をついてるよねって思う。それはちょっと無理があるな。証拠、どうだよ、私が盗んだって証拠あるの。そんなのあるわけが。ああ、それならばもちろんありますよ。え、証拠なんだろうか。ジーナさんが引き出した七草がこの紳士のものだという証拠か。なんだろうね。あ、それでしたらもちろんこの店の台帳を見ればよろしいかと思います。台帳には引き入れをされた方の名前が書かれているはずですから。あ、そうか。いやー、残念ですがそうはいかないんですな。え、うちの店ではお客さんの名前は書かないことにしているんですよ。ああ、いろいろ訳ありの人が多いからか。どうしてですか。いや、ほら、引き入れをするお客さんにも事情がありますから。名前を知られたくないという方も意外に多いのです。これはわかります。しかしそれではね、意味がないよね。この仕方が当人のものかどうかわからないではないですか。それがわかるのですよ。わかるんだ。お客さん、この仕方の合言葉お聞かせ願えますかな。合言葉、ええ、もちろん。プロフェッショル、ん？プロフェッショルでいいのかな？プロフェッショル。プロフェッサーだ。教授？アトソン、ん？なんか今までモヤモヤしてたのが繋がりそうで繋がらない。はい、確かに。これが証拠なのです。この方が仕草の持ち主であることの、ね。合言葉ですか。合言葉。けど、ジーナちゃんが今コートを手に入れてるということは、ジーナちゃんも合言葉を知っていたということじゃないか。ハチさん、合言葉というのは？さっきも言いましたが、入れの時、うちの店ではお客さんの名前は聞かないのですよ。
お客さんにも密にしたい事情がいろいろありますからね。ハッチさん、なんとなくホムズさんを横目で見たぞ。名探偵に後ろくさい、後ろくらい秘密などございませんとも。そう。まあ、まあ嘘はつけなさそうだもんねって言おうとしたけど、あいつ、なんか汚い大人だからな。嫌な大人だからな。ホームズくんちょっと嫌な大人だもんな。ここで、うちは仕入れの際に合言葉を決めるわけですな。言ってみれば、金庫の暗証番号みたいなもんでね。仕入れした日付と品物、そして合言葉を決める。その上で預かり帳をお客さんに渡すのですよ。引き札を引き渡すときは預かり帳と一緒に合言葉を聞くわけです。正しく答えることができれば引き出せるわけですか。この通り、もちろんお代はいただきますがね。そして私は今その問いに答えたのですよ。2ヶ月前の2月15日ってやっぱりメグンダルさんの時のあれじゃないのかい。品物は上等なコート、そして合言葉はプロフェッサーとね。確かに完璧なお答えですな。と、そんな疑問の余地はないと言えるでしょう。まあ、ジンナちゃんも後ろぐらいことがあるから、うん、強く言えないのかもしらんけど、こいつは明らかに怪しいぜ。ドブイカの匂いがプンプンするぜ。ないのか。じゃあ調べる？天使について。あの、すみません、あなたはどなたですか？失礼ですが、こちらは？あ、確かに、うん、失礼だった、ごめん。どうやらこの国の人間ではない。そのようにお見受けしますが。うん、そうよ。はい、僕たちは大日本帝国の留学生です。ああ、大日本。聞いたことがあります。あ、絶対この後悪口言うぞ。え、なに？そのモーション何？スパイスの効いた、やたら辛くて、茶色っぽい汁物を食す民族だ。これインドじゃないかな。日本人もカレーは好きだけど、多分それは違う国だと思われます。なんだ今の優雅すぎる動きはね。モーション気になるよね。まあどんな国であれ、もしあなたが紳士であれば、他人の名を問う前にご自分から名乗られるべきでしょう。あ、僕はなるほどと言います。英語の司法を学びに来た弁護士です。私は御言葉千里と申します。法務助手を務めております。なるほど、そうですか。名乗らんのかい。私はそうですね、エッグ・ベネディクトと申します。美味しそうな名前、絶対仮名だ。絶対偽名だよ。ハンプキー・ダンプキーから来てんのかな。そういえばメグンダルさんはハンプティーダンプティーにとてもよく似ていましたね。絶対血縁じゃん。どうかお見知りおきを。美しい動きでどうにも怪しい名前を教えてもらった。さあ話は以上です。なに、すぐに私のコートを返していただきましょうか。いちいち動きが腹立つな。そうだね。ぬるぬる動くね。なんか白が好きそうなのに黒いコートなんだね。それではご利用ありがとうございました、エッグベネディクト様。絶対偽名だよ。なかなか良心的な気に入りの店だ。また使わせてもらいますよ。ジーナちゃん、だから大人って嫌い。大
けど、ジーナちゃんも嘘ついてたし、大人でまとめるのはどうかと思うよ。私がスリだから、嘘つきって決めつけて。それでは店主、オルゴールのディスクも返してもらえますか。はい、ベネディクト様、どうぞお持ちください。これだけですか。ん？え？まだもう一つあるはずです。その、私が預けたものは。もう一つ？え、いえ、そう言われましても。そもそも手前どもが預かったのは黒いコートなわけでして、そのポケットの中にたまたまそのディスクが入っていただけで。この薄汚いスリメ、まだ何か隠しているのか。うるせえバーカ。なんかシンプルな悪口しか出てこなかった。何勝手なこと言ってんのよ。そんなの死ぬわけないでしょ。わかりました。今日のところはこれで失礼します。ごきげんよう皆さん。ちょっと待ちなよ。その引き草は私のなんだから。あ、まだ戦うかい。ああ、うわ、何をする、この小娘が。血が出てしまったではないか。キャ、ディスクに血が。あらあら、このディスク、金属製の小さな突起が薄いに刻まれているからな。どうやら鋭い突起で指を切ってしまったみたいさ。指切ったぐらいなんだよ。これは私の獲物。いや私のパパのものなんだからね。獲物って言っちゃった。絶対渡さないんだから。ちょっとあんた、これな、え、なに、え、あ、な、なんですか。あん、私だと取り上げられちゃうから、あんたに預けておくんだから。いや、我々もなかなかあんまり。ジーナさん、どうしてそんなにディスクにこだわるんだろう。証拠品、オヨコロのディスク、ちょっと見てみよう。黒き東洋人形、ちょっと待ってね。ちょっと待って、ディスクにものすごく小さな、あ、ちょっと待って、よいしょ、ディスクにものすごく小さな突起が刻み込まれています。この突起はウルコールの鉄筋を弾いて音が鳴る仕組みなのですね。そしてここにほんの少し血の跡が残っています。謎の紳士エッグベネディクト氏の血ですね。ジーナ様がディスクを奪った時、指先を傷つけてしまったようです。おろし金で大根をドリッとすりおろしたような塩梅で。そう聞くとすごい怖い。わざわざそんな痛そうな言い方をしなくてもいいのに。そうね。あ、なんかある。ここに小さな、紙、紙片か。ここに小さな紙片がペタリと貼られております。メモのようでございます。人の名前でしょうか。めぐんだる。めぐんだる、もしかして。ええ、間違いございません。その名前はもちろん忘れるはずがございません。ねえ、なぜあの人の名前がこんなところに。オルゴールのディスクのデータを更新した。もう一回。めぐんだる、めぐんだるへ。今から1ヶ月前、ナルホード様が無罪を勝ち取られた方でございます。そうですね。一生忘れられない法廷です。そしてその直後、非業の死を遂げた。この男の名前がなぜこんなところにあるんでしょうか。里には見当もつきません。ただ一つ、これは単なる偶然とは考えにくいと存じます。
うん、私もそう思う。あ、なんもないね。教師東洋神社。さあ、そのディスク返していただきましょうか。いや、お前のでもないからな。こっちには証拠があるんだよ。ダメだよ、大人なんてみんな嘘つきなんだから。困ったな。この状況どうやって打開すべきか。天守助けてハチさん。この事態にハチさんが凍りついている。この手がかりが拳銃に伸びる前にこの場を何とかしないとそうだね。じゃあこれを突きつけられない。キーナちゃん、キーナさんがものすごい目で謎の紳士を睨んでいる。彼女が紳士に飛びかかる前にこの場を何とかしないとじゃあ紳士話しかけようとしたらものすごい目で睨まれてしまった。謎の紳士が店を出ていく前にこの場を何とかしないとああそうだ、ホームズ君助けてあのホームズさん、こんなところで何を楽しそうに調べているのですか。いたキャラメルなんかかじっていいなどうした、またなんかショック受けてる。やっと僕を見つけてくれたね、ミスさん。なるほど。え、もしかしてずっと落ち込んでたの。ごめん、気づかんで。え、スリの子にあっちへ行ってろと言われ、スリの子へ追いやられ、そっからずっとみんなが楽しそうに盛り上がる中、一人のけ者にされすることがないけど、そっち、それを悟られるのが恥ずかしいから全く興味のない代物をこうして楽しそうに調べるふりをして、ホームズ君こじらせてやがる寂しい時の友達いたキャラメルをかじって、そんな僕にやるせない気持ち君にわかるというのかい。寂しかった、それはもう寂しかったんだぞ。それをもっと早く言ってくれれば。いやいやいや、それなら会話に加わってくださいよ。今大変なことになってるんですから。とにかく君たちの話大体聞いていた。いや、むしろ一言漏らさずもうむさぼるように聞き耳を立てていたさ。そこまで寂しかったんですか。まあホームズ様、なんとはいたわしい。どうやらやはりそういうことのようですね。数理劇場かい。まさかホームズ様、また分かってしまったというのですか。すべてがミス・サト、時折僕はこう思うのですよ。この僕の数理の天才、一体資金入れたらいくらになるかしらんとね。何を言ってるんだ。どうやらホームズさんがふうにひらめいたようだ。まあホームズ君、ひらめきというかね、あの発する能力はすごいからね。ちょっとあのあれら、あのVTube スタジオを動かしてるこのあのスマホがあの電池があと 10% なのでちょっと待ってください。コンセント持ってきたけどコンセントがないからさせない、まあ、いざとなったらあの私は画面から消えますはい、それがこの状況を打開できるのかどうか全くわからないけど、名探偵の推理どうする。こう、これ以上いじけてもらったらちょっと困る。やあミス・ジーナ、どうやらお困りのようだね。もう遅いよホームズ、どこで何してたの。あんたが、キーナちゃんが向こう行ってよって言ったんだよ。え、レジが困ってるのにさっさと出てきなさいよね。
むごいな、むごい。失礼ですが、あなたは？ミスターエクベネディクト。君は各種の気になる要素を取り揃えた百貨店のような紳士だが、あ、動かなくなった。携帯が死んだので私はちょっと引っ込むね。はい、じゃあ続きをやりましょう。とにかく君について動かざる結論は2つだ。待ってね。なんですって。まず1つ目の結論、君はまだ口にしていない本当の理由があってこの店に来た。うっ。そしてもう一つ、二つ目の結論は、君は今大金をせしめるべく巨大な犯罪を企んでいる。どうだいミスターベネディクト、この数理いくらになるかな。なエッグベネディクトさんの顔色が変わった。今回もそれは合ってるのか。やはり今回も全て図星のようでございます。貴様一体何者だ。よくぞ聞いてくれました。そうそう、それだよ。僕はね、君のその顔が見たかったのさ。大人げねえな。大好き。ちょっと待って、エグさんは何歳だ？あ、はてなはてなだわ。はてなはてなだわ。それでは始めるとしましょうか。シャーロック・ホームズの銀次と数理の実験劇場を行こうぜー。数理開始。謎の紳士の目的。そもそも君がこの視野に現れた理由とは何か。先ほど、あ、スポットライトに微動だにしない、すげえ。先ほど資金の通りで預かり証をスリに盗まれたので追ってきた。それは嘘だ、本当の理由は他にある。なんだ、なんか手に持ってる。そう、本当の理由はその手の中にあるのですよ。その店へ君を導いたのは最初からその定員募集の広告だったのだ。君が手にしているのはこの店の定員募集のビラで間違いない。その裏に何か書いてあるんじゃないか。しかし君の身なりを見る限りこんな店で働く理由はなさそうだ。こんな店とは何だ。つまりそこには何か特別な思惑があると考えるべきだろう。今思わず持ち上げたステッキ、ここには大きな矛盾がある。私のこのステッキに何を。バカな。このステッキの矛盾、これはもちろん石突きだね。ん、ここ石突きって言うんだ。本来ステッキの先端には金属の石突きがついているはずだ。おう、わあ、びっくりした。しかしそれが見当たらない。ステッキの機能の部分がむき出しだ。つまり結論は一つ、引き込み刀とかそういう話か。こう、鞘をギーって抜いたら杖じゃなくて刀でしたみたいな、そんなのない？あ、銃かな引き込み銃かな。つまり結論は一つ、君が手にしているその一見極めてステッキっぽいその棒は実はステッキなのではないのさ。合ってるんだね。おや、ずいぶん動揺したようだ。どうしたのかな。これはその動揺は次なる疑問の答えを示している。すなわちその棒切れの正体は一体何なのか。そして君のその反応が答えを教えてくれるのだよ。視線の差し替え、今隠したステッキの握りごと
疑問を解く鍵なのさ。僕はね、最初からおかしいと思っていたのだよ。このステッチの握りの形、いや、むしろ持ち方というべきかな。そうだね、ステッチの持つ、あれ木槌か、これ木槌、こいつ裁判長か。そう、その棒は決してステッチなどではない。この正体は、うちも掘る部分がポッキリ折れたショベルだったのさ。なんだって、つまりこれが結論だ。君の目的、本当の目的はこの視野の定員となり、店の地下をショベルで掘ることだったのさ。恐るべき犯罪を考えたものだよ。まったくね。あ、そうやって銀行の金庫の地下までって、そういう話かい？そういう話かい？視野の地下にトンネルを掘る。巨大な犯罪。さて、ミスターベネディクト、話はこれだけでは終わらない。君の企んでいる巨大な犯罪をちょいと暴いておかないとね。ふざけたことを。この私が壊れたショベルで視野の地下をほじくりも返ったと。しかし、しょぼくれた視野の地下に何があるというのだ。やべやべえ、二人の共演だ。そこにとんでもない財宝が眠っているのならともかく、どうしてこんなことをするのか、その理由がないのですよ。残念だが、店の地下を掘る理由ならばあるのだよ。それは君自身が知っているだろう、ミスターブレディクト。何？いる？ワンコ？思った以上に君の視線は正直なようだね。え？君がなぜこの店に潜入して地下を掘り返さなければならないのか。その理由は今君が見た回覧板がはっきりと示している。こいつは長男に情報を知らせるための回覧板だね。下水工事のお知らせ、この回覧板の見取り図によれば、この店の地下から向かいの通りにある銀行をつなぐ下水管の工事があるようだ。あ、やっぱり銀行なんだ。え、下水管だと。この店の地下の床をぶち抜いて掘り進めば、この下水管につながる。そして向かいの金庫の地下には巨大な金庫室があるのだ。なんだって。ほんまのなんだって。つまり君の狙いは地下トンネルを使った銀行襲撃大作戦だったのだよ。だ、大作戦。めっちゃ回転した。それではいよいよこいつが最後の疑問だ。コートだね。一体その銀行、違った。一体その銀行の地下金庫にどんな獲物が眠っているのか。なんですって。ベネディクトさんもワクワクで聞いちゃってる。実は先日スコットランドヤードから相談を受けて僕は知っているのさ。もちろん君はその秘密を知っているはずさ。そうだろう。な、何のことだ。そんなの私は知らない。ちょうど今興味深い証拠を見せてあげられそうだよ。君がそれを狙う秘密はこの絵はがきに書かれているのさ。と、それはロンドン万博の絵はがき。ああ、ずっと気になってるやつだね。今開催が詰まったロンドン万博の最後の準備が進んでいるのだ。万博のシンボルになるクリスタルタワーの完成を急ぐため政府は追加予算を、計上した。あの銀行の地下には今この特別資金が保管されているのさ。え？驚いてる。そう、つまり君の巨大な犯行計画とはズバリ銀行の地下金庫に眠っている万博の特別準備期間、特別準備資金の強奪なのだ。ごめん、すごい噛んだ。
警備上の機密情報だからね、内緒にしてくれたまえよ。君が全部喋ったんだ。万博の特別準備の強奪。さあ、お直ししようか。以上、シャーロック・ホームズの名推理でした。例えばサムネ用の数値取ってないな。ちょっとホームズさん。やあ、どうだった？寂しがり屋の探偵とは思えない。なかなかホットな推理だったろ。本当なんですか？向かいの銀行の地下金庫の下りは。ああ、大英帝国政府の最高機密だ。この国のほんの一部のものしか知らない。僕はグレンソンから聞いたんだがね、絶対に秘密という約束で、めっちゃバラしとったな。でも、今、かなりの大声でバラしてしまわれましたね。うん。あじゃない。そもそも、こんなすごい最高機密を、どうしてベネディクトさんが知ってるんですか？まあ、それは、もちろん、悪者だからに決まってるさ。すごいお花畑。ですが、ベネディクト様がもし何も知らない悪者ならば、ね、それが、この情報を聞いて、早速新しいショベルを買いに走ると思われます。うん。いや、それ以前にもしかしたら、一見イーストースに見えるハッチさんも今夜あたり地下を掘りし始めるかも。このハッチ、そんな悪者ではありませんので。まあ、なんだ、これで君たちも分かっただろう。情報というのはこのように取り扱いが非常に危険なのさ。いや、この失敗は取り戻せないよ。誰かが不注意で喋っちまったら、もう取り返しがつかないからね。これからホームズさんに相談するときは、よく考えることにします。そうだね。ああ、僕もそれがいいと思うよ。いやいや。それでは、なるほど様。今回もいつも通り。そうだね、佐藤ちゃん。わかりました。今の名推理、もう一度、検討してみましょう。それでは改めてもう一度始めるとしましょう。シャーロック・ホームズの倫理と推理の実験劇場を。検討開始。そもそも君がこの下に現れた理由。先ほどスキーの預かり所でスリに盗まれた。これは嘘。本当の理由は他にある。本当の理由はその手の中にある。募集の広告ではない。ホームズさんによれば、ベネディクト氏の目的はこの店の店員になって地下をザクザク掘り進むでしたね。はい、向かい通り向かい側の銀行の地下金庫の金、ああ、疲れて、疲れてきた。地下金庫室に眠る金貨を狙って。ただ、壊れたショベルではザクザクとはいかないと届きます。そうなると、彼の狙いは他にあったのかもしれませんね。なぜ彼が今、このタイミングに、この記者に現れたのか。ね、キーナちゃんが、やっぱり、キーナちゃんの、とか書いてある。あれ？ビラの裏に、ビシンとペンの走り書きがあります。これは、どうかされましたか？この走り書き、名前、キーナ・レストレート、身長 5.2 フィート、緑色のボロ帽子、ボロチョッキ、青のボロカバン、白のボロシャツ、ボロばっか。ジーナさんの特徴がびっしり書かれている。なるほど、くんも今悪口に加担したぞ。なんですって？ついでに、ジーナさんの似顔絵も書かれています。ジーナさんに見せかったら、砲弾をぶちまかしそうな出来ですけど、ちょっと緩くて可愛いよね。ここに、この店のことも書かれておりますね。はっき、
パッチ引き屋ベーカーストリート預かり期間4月15日、どの日付だ。どうしてベネディクト氏はこんなものを。ラベル、怪しい紳士が怪しいビラの裏に書いた怪しい走り書きですか。怪しすぎるな。ビラは怪しくないと存じますか。そうかな。神社の名前や服装の特徴など細かい情報が書いてあります。本人が見たら立ち直れないような似顔絵も添えられてますね。そして今日の日付、預かり期間4月15日か。どうにも見過ごすには怪しすぎると言わざるを得ません。そうだね。じゃあこれを突きつけよう。くらえ！くらえ！この店へあなたを導いたのは最初からそのジーナさんの銀装勝ちだったのです。そう、ビラの裏の走り勝ちと雑な似顔絵、どうやらそいつは不利の少女ジーナとこの基地への情報が書かれているようだね。あ、あなたはさっきこう言っていました。ジーナさんに預かり証を盗まれたので追ってきたと。しかしそれは一層胸がすくほど綺麗に嘘だった。ジーナちゃんがポンってしてる、かわいい。あなたはその走り勝ちの情報を頼りにここへ現れたのです。預かり期限である今日、八引き店を見張っていた。そして人相勝ちの通りの少女が現れるのを待っていたのさ。うう、君は嘘をついてまであのスリの少女の死を追いかけてきた言い方。つまりここには何か特別な思惑があると考えるべきだろう。今思わず持ち上げたステッキ、ここには大きな矛盾がある。私のこのステッキに何を。バカな、そのステッキの矛盾、それはもちろん石垣だね。石づきというのはステッキの先についた金属のカバーのことでございます。ああ、上でコツコツと路面をつく先っぽの部分ですね。確かにこのステッキにはその部分がありませんが、ただ普通に壊れただけというふうにも見えますね。ですがホームズ様の言葉に動揺したのも確かです。つまりベネディクト氏のステッキには何か秘密がある。あのさこの部分がさ、頭文字、あれ昨日は気になるけど、まあラベよ。サトさん、ここを見てください。何やらアルファベットが刻まれています。これはイニシャルでございますね。西洋の方は持ち物に名前のイニシャルを刻むのだそうです。シャーロック・ホームズなら SH ということですね。この通りでございます。つまりここに刻まれているのは当然。おや、RC ですか。なんだろうこの違和感は。おしゃれな帽子。相変わらず似合ってませんね、あの白いシルクハットは。相変わらず、これはもう十分分かっております。あれか、あの一つ前の選択肢で帽子を選択できたのか。なんか怪しい気がするのです、あの白いシルクハットが。これはおそらく怪しいのではなく、ただ単に目についただけなのでは。まあそうかもしれませんね。忘れた方がいいか、シルクハット。よし、忘れよう。そうね、足が向きは今は関係ないのか。先っぽの木がむき出しになってますね。先ほどのホームズ様の推理によれば、ここにショベルの先端がついていたとのことでした。素直に先っぽが取れたステッキじゃダメなんですか。この問いかけは里には重すぎると思います。そうかな、里ちゃん賢いからさ。
知らん。あ、そっか、設置の矛盾を叩き込めば聞ければいいんだから、これはイニシャルでいいのか。よし、じゃあ助けよう。くらえ！そのステッチの矛盾、それはもちろんステッチのイニシャルです。まさにそういうことなんだよ、ミスターエッグベネディクト。エッグベネディクトのイニシャルは EB です。しかしこのステッチに刻まれたイニシャルは RC でした。これほどはっきりした矛盾はないと思うがね。あ、いや、実はこのステッチは自分のステッチだとさっきおっしゃっていましたね。え、今さらその辺で拾いましたというのは通らないと思います。つまり君は獅子を気取りながら君を名乗っていたようだね。ん、何だ。おや、随分動揺したようだ。どうしたのかな。それはこの動揺は次なる疑問の答えを示している。すなわちこの棒切れの正体は一体何なのか。そして君のその反応が答えを教えてくれるのだよ。今隠したステッチの字こそ鍵ではない。でもあれ、奇物だよね。ジーナさんが引き出した引き草はあの上等なコートです。そして今や名前すら不詳のこの謎の男が現れて、コートは自分のものだから返せと言い出した。そうだったね。あのものは人相書きを見てこの店に現れたのですから、当然その言葉は嘘だということでございます。そうなるとやはりこのコートがこの男のものではないことを立証しないと。そうだね。おしゃれな帽子いくか。さっきからずっと見ているうちにと思ったのです。こういう真っ白なシルクハット、実は僕も似合うかもしれないと。どうかな、ハイトキットぐらいしか似合わないんじゃない。これは、あ、スゾちゃんお好きなのですか、ああいうのが。どうも、そうかもしれません。おくさねえな。では事件が解決したら品柄品を見て回るとして、今はとにかく料理に集中いたしましょう。はい。ごめんごめん。もうこれが気になるけど、それはなんだろう、目線の先、今回は目線の先は関係ないのか。あれ、破れてる。見てください、コートの肩の縫い目が裂けています。あ、本当だ。先ほどベネディクト様がスーリンに驚いた時、アリーという叫び声を聞いたように思いましたが、あれは叫び声ではなく布の裂ける音だったのですね。絹を裂くような悲鳴とか言うもんね。それによく見るとこのコート随分窮屈そうです。やっぱりメグンダルさんのじゃないのか。やっぱりって言ったけど、あのこのコートはメグンダルさんのだって思ったわけではなく、いや思ったんだよ。今着てるのがそうだもんね、仕事のやつだったもんね。そうだそうだ、ちょっともう混乱してきた。腕もパンパンだし、前のボタンも止められそうもないし、この辺を走り回ったらちぎれてバラバラになりそうです。それはぜひ拝見してみたいですね。そういうあのさとちゃんの好奇心に素直なとこ大好き。え、なんとかベネディクト様を走らせる方法は。さとさん考え込んでしまったぞ。一緒に考えようか、さとちゃん、それ私も見たいな。よし、つけよう。くらえ。今隠した破れた縫い目こそ疑問を解く鍵なのです。あ、そのコート見るからに君の体格には合っていないようだ。無理やり着てしまったせいで縫い目が裂けてしまったようですね。
僕はね、最初から怪しいと思っていたのだよ。うん。ヘリの少女を待ち伏せ、名前は嘘、そして仕草の持ち主ですらない。ぐっ、全てを嘘で塗り固めた君の目的はただ一つ。この少女の引き出した仕草を横取りすることだったのさ。うん、それはそうだと思う。うおー、めっちゃ回転するやん。残念なのはただ一つ。巨大な犯罪が心なしかスケールダウンした気がすることかな。まあ解決したからいいよ。預けられた仕草の横取り。巨大な犯罪、これは言えないことがありそうだけどな。さてミスターベネディクト、話はこれだけでは終わらない。君の企んでいる巨大な犯罪をちょっと暴いておかないとね。ふざけたことを。この私がくだらぬ仕草を横取りしようとしているだと。しかし私は合言葉を使って正当な手段で仕草を引き出した。もし私がこの手で仕草を預けていないのであれば、どうやってそれを死ぬというのか、その方法がないのですよ。残念だが、合言葉を知る方法ならばあるのだよ。それは君自身が知っているだろう、ミスター・ベネディクト。思った以上に君の視点は正直のようだね。え？君がなぜこの仕事の合言葉を知っていたのか。この方法は今、君が見た回覧板がはっきりと示していない。ここから推理の方向が大きく変わるようでございます。トンネルを掘る話は二度と出てきそうにないですね。うん、あの推理ちょっと気に入ってたんだけどな。ロマンがあるよね。わかるわかる。それはともかく、確かにこの謎の紳士は合言葉を知っていました。プロフェッサーでございますね。これを知らぬ者は仕草を引き出すことはできません。でも逆に考えれば、合言葉さえ知っていれば誰でも引き出すことができる。うん、謎の紳士がそれを知る機会はあったのか。そら、キーナちゃんが引き出し、合言葉を言ってる間に聞いたんじゃないか。ね、猫ちゃんのこと調べたい。猫ちゃんのこと調べたい。ダメ？さっきのメモを見るか。サツさん、これ見てください。サチ様がペンで殴り書きしたメモでございますね。これはプロフェッサー書いてある。サチさん、サチさん、お客さんの目の前で合言葉をメモするみたいです。かなりはっきりと、それは読みやすい文字で。目のやり場に困ってしまいます。うん、この前にワンコが気になる。ワンコは何も。お、古びたランプなんだこれは。随分と古そうなランプですね。ですがしっかり手入れをされて油も入っております。つまり今すぐにでも使えるということですか。はい、しかしこれが合言葉とどのような関係があるのか、この里には全く見当もつきません。うん、私にも見当つかない。それはこの龍之介も同じだったりするけど。うん、じゃあ全員わからんやな。さっきの拳銃、これは店主のハチさんの拳銃ですね。確か弾丸が一発だけ常に装着されているとか。ピア様というのもなかなか命がけなのでございますね。この店が特殊なんだのだと思いますけどね。うん、そう思うよ。じゃあ突きつけるか。くらえ！くらえ！その方法は今あなたが見たハッチのメモがはっきり示している。この店で仕草を引き出す時、店主はいつも同じ対応をするんだ。
人が合言葉を言うと、彼はそれを目の前のメモに書き留める。そして台帳を調べて、その合言葉と照らし合わせる。編集らしい堅実な仕事ぶりと言えますね。しかし確実に情報を盗まれる仕事ぶりとも言えます。どういうことですか？つまり君は姿を現すよりも前からこの店にいたのだろうね。おそらくキリナさんが店に入るのを見て後を追ってきたのでしょう。そして店主はいつも通り合言葉をメモに書き留めた。プロフェッサー、あなたはそれを盗み見たのです。つまりそれこそがキリナ城を狙った仕草横取り大作戦なのだ。あれなのだよ。名前かわいい。大作戦そこ。それではいよいよこいつが最後の疑問だ。一体なぜ君はそこまでしてその仕草を狙っているのか。オルゴールだね。何ですって？サイズの合わないコートやオルゴールのディスクに価値があると思えない。もちろん君にはそれを狙う秘密があるはずだ。そうだろう。何のことだ。そんなの私は知らない。ちょうど今興味深い証拠を見せてあげられそうだよ。君がそれを狙う秘密はこの絵はがきに書かれていないのさ。実際された仕草はコートとポケットに入っていたディスク。店主様によれば1ペニーの値打ちもないものだそうです。しかしこの男はそれを横取りしようとしている。一体それはなぜなのか。それは情報は大切っていうホームズ君の言葉に通ずるんじゃないかい。おそらく私どもはこの理由を示す証拠品を持っているはずでございます。証拠品か。よく調べておかないと。これか。いいよか。くらえ。あなたがそれを狙う秘密はこのオルゴールのディスクに書かれているのです。ディスクの裏。ルーメグンダルメグンダルへ。小銭メグンダル、今から2ヶ月前オールドペーリーの大法廷で謎の死を受けた男だ。運動の名手にしてその実態は黒い疑惑にまみれた悪どい氷足。君はヤトの仲間かそれとも部下なのかな。メグンダル氏はとても小柄な紳士でした。ちょうどこの小さめのコートがぴったり合うくらいの。グッ。本当の名前はわからないままだが、ミスターエッグベネディクト、これが最後の結論だ。君がシティアに訪れた目的は。小銭に恵んだの遺品を回収するためだったのだ。くそー。これは最初から分かってたぞ。やったー。恵んだの遺品の回収。解決。操作完了。推理だった。推理完了。小銭めぐんだるか。まさかここでその名を再び目にすることになるとはね。なんかあるかい？あの、一つ気になることがあるんですが。何でしょうか、ミス・サト。ハチ様のお話では、この遺品は確か本日が引き出し期限だったのですよね。ええ、そうです。今日で丸2ヶ月になりますから。今日は4月の15日。その2ヶ月前ということは2月15日。ええ、
隊長によれば確かにその日ですね。夜10時30分頃引き入れ。ここにそう書いております。あ、まさか。そうなのです。2月15日といえば、あのオムニバスの殺人事件が起こった、まさにその日だ。しかも、午後10時30分といえば、ちょうど、あの事件が発生した時間と、ぴったり一致します。あの事件が、ここで、全部明らかになるのか。どうやら、偶然の一言で、片付けるわけにはいかないようだね。あなた方が勝手な推理を楽しむのが自由です。だし。うん、やはり仕込み仕込み銃だった。コートとオルゴールのディスクは渡していただけなければなりません。あなたも真っ黒の服で異国の地に死すのは本望ではありますまい。真っ黒な服はいいじゃん。どうする？え？これは、円盤を渡すと、みんな助かる。銃弾が一発とは限らない。違うのか？これは、ハチさんの拳銃？ハチさんの拳銃だったら、一発だったら、じゃあ、私が死ねば、みんなが止めてくれる、こいつを。渡さない。男には、何があっても、守らなければならないものがある。もしかしたら、これがそうなのかもしれない。でも、そうじゃないかもしれない。あれ？違った？あ、何？あ、ハチさん。のハッチの店でお客様にもしものことがあったらこのハッチ、あーそうだったー、あ、ダメ、そうか、じゃああの拳銃は正真正銘あのベネディクトの野郎の銃なのね。オッケー。あ、ハッチさんそこまでだ。え、刑事さんグレクソン刑事、この質屋から警察に秘密回路を通じて事件発生の信号が届いたので、こうして駆けつけたわけだ。何があったのかな？やっと来てくれましたかい、ハッチさん、グッジョーブ。もう少しでこのハッチ、己の店で枯れ入りするところでした。どうする？どうやら僕は素直に負けを認めた方が良さそうです。まったく勘弁してほしいな。こんな止まらんことで呼ばれるとは、いや命の危機があったんだよ。止まらないとは何ですか。アキ様は危うく頭が吹っ飛ぶところだったのでございます。我々もね吹っ飛ばそうとしていたのは自分自身の拳銃だったみたいだかな。こっちは今大英帝国が吹っ飛ぶかもしれん重大事件を追っているのだ。何？え、それは一体どんな？詳しく聞かせてくれたまえよ、グレクソン刑事君。口が滑ったな。お前たちには関係ない話だが話してくれるんだ、いい人。とにかくあんたは一緒に宿に来てもらおうか。ええ、わかりましたよ。なんかあるな。うわ男が逃げたぞ。今日には上、交番の巡査にも連絡しろ。はっ。ドワークの軽い男だったな。一回、最近、地下を狙った強盗がこの付近で多発しているのでね。デスクの下に、事件を通報するボタンを設置しているのだ。ああ、よかった。
このハッチ、実際のところ怖かったね。そうだね、ハッチさん。ごめんね。なんか、すごい、余計なことを、余計な選択をしてしまったかもしれない。ごめんな。それでは、黒っぽい留学生よ。あ、はい。はい。小銭に恵んだるの品は、スコットランドヤードで預かる。そうしてほしい。こっちへ渡すんだ。え、あ、はい。渡しちゃダメだよ、なるほど。だってそれは私の。ああ、残念だがね、お嬢さん。メグンダルの所有物は、すべて証拠として回収しているのだ。証拠ですか。仕方ないさ、ミスター、なるほど。証拠と言われちゃ、渡すしかないよ。そうね。持ってきたまえ、刑事君。リンナちゃんはなんでそんなにリスクにこだわるんだろう。話してくれないのかな。グレフソン刑事にメグンダル氏のリスクを取り上げられた挙句、僕たちは店の外につまみ出されてしまった。続く。はい、お分かりします。了解。今回かなり前の章でモヤモヤしていたことが一気に動き出しそうですね。すごい、俺はワクワクするぞ。いやー、なんかメグンダルさんのこともそうだけどね、今回言い過ぎかもしらんけど、アソーリのことが何か知れないかなって未だにちょっと期待している私です。うん。では今日はこの辺で失礼いたします。それではここまでご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。次はスマホをちゃんと充電しておく。